前は太鼓ねこの辺かなこの辺にあったんですけど、やばいないって思って、でこの辺なんか楽しそうだな。ちょっと移動してこっち側にありますね。で前よりなんか面とかが綺麗になってて、なんか連打とか入りそうですね。でここなんと太鼓1プレイ90円、でも閉店時間近いんで、カードなしでちょっと行きます。どっちが入るかな、連打 2P の方が入りそうで、あんま 2P でやることがないんで 2P で行きましょうか。すごい跳ねるぞここ。おお、今時こんなとこないんじゃない、こんな跳ねるとこ最近ないんですよ、あまり跳ねるところが。90円、残り172円。太鼓叩いてスタート。太鼓の音でかっ、でかすぎて刑事になるところだった。これでかだよ、今日の着せ替え。このアイスクリームいいよね、これ多分持ってないです。なんか手に入れられないやつも入ってるみたいな、リスナーさんに教えてもらいました。めっちゃ入りそう。よし、合うね。グリーンバージョンだったらかなり入りそうな感じ。虹色だとなんか押し込みが結構入りにくいんで、グリーンとかだったらめっちゃ入ってると思う。まあ、でも90円でこんだけ寝ておければ全然いい。マイナショーによる一発芸、ダブルストロークをやってたら店内の奥に消えちゃう人のモノマネ。その場で適当にやって36って早くね。ということで結構ね普通に太鼓やりやすいゲーセン、いいですここ。普通にいいとこで、周りもなんか楽しそう。この後ちょっとねユーキャッチャーとかいろいろ見ていこうかなと。もう魅力的なものがね結構あります。見ます。こんな感じなんですけど、気になったのがあって、このうまい棒こちらなんか行けそうじゃねみたいな、なんかねいろんなとこ行くとね行けそうだなっていうなんか景品があって、まあ、とりあえずやりたいと思います。すげえ、これも IC カード90円1プレイだ、すご。残り82円、やばいね。これね普通に押したらいけんじゃないかな、無理かな。まず右がちょっとまあ邪魔しそうですけど、まあ邪魔にならないぐらいのところ、まあ結構開くな、どうだろうな。あー無理かな。あ無理だ、これどう動くか気になる。あそこでそうなるんだ、そこでそうなるんだったら、あまあいけそうな気がする。でも次で取んないともうダメですね。30本入りだからやばい。てかもう閉店時間近い。うわー、いろいろ見たかったわ。やばい、終わった説。やばい、これがバグったのか。数日前にちょっと来たんですが、閉店時間近くて全くね遊ぶことができませんでした。ということで今回リベンジ。いやさっきねとあるゲームセンター行ったんですけど、そこでリスナーさんにたくさん発見されましたね。サイン20何枚ぐらい書いたかな。であとセッションとかね、写真撮影とか、いろいろありました。嬉しかったんですが今になって疲労が。入っていきましょう。
ここなんかすごい倉庫みたい。で前回こちらのうまい棒やってちょっと取れなかったんですけど、他にも気になったものがあって、このゲーセンの系列のお店はね、なんか変わった、こういう感じの変わったね、イオキャッチャーがあってね、他とは違う。そして通常が200円3プレイなんですけど、こちらだと3クレジット180円、20円お得。太鼓だけじゃなくイオキャッチャーも安くなる。よし。でこちらはこの赤い穴に入るとこれの好きなやつが1本もらえるのか、多分そんな感じだと思う。では行きます。おお、結構すくえますね。結構でも手前側に赤いのがあるからむずいのかな、どうだろう。いけ、あ、惜しい、惜しい。え、あ、自動で戻るシステム、あ、戻ってないな、あそこに溜まるのか。いけ、おお、これいいんじゃない。あ、微妙、引っかかってる。あ、無理だ。ではラスト、奇跡起きるか。頼む。あ、無理だ。モンスターね、取りすぎて家に百何十本ぐらいあるんで、でも面白そうだからやっちゃうよね。1クレが安いからもう片っ端からやっていくか。片っ端からやっていきましょう。なんかこうやってね、なんかいろんな UFO キャッチャーやっていけば1個ぐらい取れる気がする。いけ。おお、え、そっち、え、惜しくね。え、なんかめっちゃ怒ったんだけど、なんで。え、惜しくね、びっくり。こちらはこんな感じですね、いろいろあります。これもいっちゃおっか、せっかくだし。1クレだけいきます。これもどこがいいんだろうな。こっちが結構埋まってるから右側攻めますね。いけ。あー、3球かな。あ、4球いったか。いった。惜しくね、惜しくね。惜しくね、惜しくね。今のやばない。くそ、マジかよ、今の言ってたべ。今の言ってたよ、もう一回行きます。今のもったいないね。ここなんか飛び越えた気がする。やっぱまた右側かな。うん、でも4球取りたいよな。こっちなんか4球取れなそう。あー、こっちも取れないかも。あー、大丈夫か。よし。あー、3球かい。あー、ちょっと今のゴミだな。もう一回。今日は持ってる男じゃないわ。いけ。あー、3球か。4球いった。あー、まあそんなもんだよな。最初がマジで惜しかった。次はこっち行きます。運だよなこれは。いけ。これなんか当たり穴3個あるからいけそう。でも落ちる球は1球。いつもなんだかんだ取れてるけど今回も取れっかな。ちょい押し、ちょい押し、いきます。お次は入り口のこれやっていきましょう。やっぱここがなんか見つってるから良さそう。変な音鳴ってる。故障してるかと思った。いけ、こんだけあったらいけるべ。音やばいな。あ、これいってそう。いけ。お、いったいったいった。1個いった。これなんかすごい可能性を感じるな。もう一回行くか。この辺がなんか狙い目な気がする。やっぱジュースが欲しいな俺。飲み物いくらあっても困んないからな。わかんねえ。あー、やばい、まだ一個も取れてない。これうまそう、頼むよ。僕あの他の店舗も行ってるんですけど、この UO キャッチャーね、何度か取れたことがあります。なので可能性が高いかも。いけ、めっちゃ取れそう。お、めっちゃ取れる。俺可能性あるぞ。一発一発。いけ。あー、惜しい。いけ。あー、惜しい。もう一回。これでもたくさん取れるから面白い。うわ、惜しい。次でラストかな。
何度もやったら取れんのは当たり前だからな。頼む。このタイプは結構取り方コツというか、まあ、有名ですけど、まああえてここの店員さんが見るかもしれないので、うん、あえて言いません。ただ僕なりのやり方で頑張ります。で奥のねじゃが塩バターいきます。いけ、ちょっと失敗だな。ちょっとっていうか普通に失敗だな。まあそうだよね、ちょっと失敗したんでもう一回。ああもう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 、ああやばいやばいやばいですよね。お次はこちら、なんかフライパンとかクッキングマルチプレートとか、なんか日常生活に使うものがまあ景品としてありますね、うん、いけ、キャー、次ラスト。今日は運が悪い気がする。2級かよ、やばい。もうなんか運っていう風に言ったんですけど、普通に俺も今日下手だわ。次これいきます。もうね商品の説明しません。下手じゃねえ、4期いって。あ、よかったよかった結局惜しかったのこれだけでした。これが取れてれば神回だったんだけど、ダメでした。今日は不調です。ラストプレイいけ。おーおーおーおお、3球いったぞ。3球3球3球最後に奇跡起きるか、頼む。キャーと思ったがヒヒヒ、ここ見てください、良さげな台を発見しました。これはチャンス、せめて1個は取りたいと思っています。しかもメルティキス結構原価が高い。左上かなやっぱり。うーんいいと思うけど、ここ、あー引っかかんない。キャー、これがラスクレかな。左側に倒れろ、左の景品を壁に使う。よっしゃー、ゲット。結局のところ人間、気持ちの持ちよう。なんか他にもいろいろやってくれてるんでってことで弾を入れてもらいました。これはもう取るしかない。初の商品獲得なるか。いけ、よしよしよし、奥側が可能性ありそうだけど、いけ、くそー入ってないよね、入ってないか。これでいくか。だあ、わお、今日は本当取れないぞ。いつもは取れてんだけどな。頼む、よし、これはいったでしょう。これはなんかいける気がするぞ。やばい、今日不調すぎる。ああ、よしよし、もうこれでいけなかったらもうやばいよ自分が。くそ、全部入んなかった。やばいだろう。ほんともうこの動画が100万再生いくならまだしも、おお、この動画の収益は子供のお小遣いぐらいしかもらえないからね。頼むよ。こんな風にしてもらいました。これは逆に取れない方が面白いと思う。取れるな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 、これ多分これどうやっても取れると思うんだけど、まあですよね。もらった景品醤油。今日はねちょっとユオキャッチャーかなり不調だったんですが、まあ前回のねリベンジ果たせたということで、店員さんもねフォローしていただきありがとうございます。まあゲーセン自体ね環境が良かったんで普通に面白かったということで、ぜひ来たことある方などぜひねコメントよろしくお願いします。では